はいどうも、ホルモン島田チャンネルのプッチャー島田です。突然なんですけど、ごま油大好きなんです。一人暮らしを始めたばかりの頃とかは、とにかく何でもごま油をかけてました。焼くのもごま油、炒めるのもごま油、何かについでにごま油、そんな万能な油、ごま油だからこそお肉を漬け込んだら最強の熟成肉ができるはずです。それでは早速やっていきましょう。今日用意したのはこちら、ごま油です。ごま油といえば、なんといっても韓国料理には欠かせない調味料の一つですよね。ナムル、ビビンバ、キンパ、チヂミ、トッポギ、チョレギサラダ、プルコギ、焼肉屋や韓国料理店、最近ではコンビニやスーパーのお惣菜やお弁当など、自分たちの身の回りでも使われることの多い調味料です。一人暮らし始めたばかりの、料理っていう料理したことなかった頃は、とりあえず何でもごま油を使えば美味しいと思っていた時期がありました。今思えば合ってるけど合ってないですよね。そんな身近なごま油ですが、意外にも中国、韓国、日本などの東アジアのみで使われているようです。そう言われてみると、他の国の料理であまりごま油って頻繁に出てきませんよね。ごま油自体の起源は東アフリカ地帯で、ナイル川流域で5000年以上前から栽培されていたと言われています。その後時が経ち、トルコを経由しシルクロードでインドへ運ばれ、中国に伝わりました。中国語でごまは漢字でごまと書きますが、ごは西方という意味で、インドの方、まはごまの実が麻の実に似ていたことからごまになったそうです。その後、奈良時代に仏教の伝来とともに、中国からごまとごま油の搾油技術が伝わりました。ちなみに現在日本で食べているごまの 99.9% は海外産で、世界のごま貿易量の3割を輸入する世界一のごま輸入国です。試しに舐めてみましょう。この香ばしい香りがいいですね。味はこれ単体で舐めて美味しいかと言われると、美味しいものではないかもしれません。塩を足したり、醤油やコチュジャンなど調味料と合わさることでより美味しくなります。今日はこのごま油にお肉を1ヶ月漬け込んで、どんな変化があるのか検証してみます。容器にお肉を入れて、ごま油を注ぎ入れます。ごま油のいい香りが持ち込めます。それでは蓋をして冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。気づけば8月も終わり、もう9月ですね。夏もあっという間に終わってしまいました。皆さん、夏は満喫できましたか？それでは蓋を開けてみましょう。見た目にはそこまで変化を感じません。それでは取り出してみましょう。油に使っていたので、しっとりとしていて色の変化も少ないです。それではカットして中を見てみましょう。中も変化はあまり見られません。それではトリミングして焼いていきましょう。今回も何もしていない同じ産地ブランドの同じ部位を用意しました。火にかけたフライパンにお肉を入れます。何もしていないお肉に比べると、じわじわ油が染み出てくるような感じがあります。それではカットして早速食べてみましょう。いただきます。今日はブラックニッカのクリアを飲みます。ニッカウイスキーが製造し、アサヒが販売する国産ウイスキーです。ニッカウイスキーは日本のウイスキーの父と呼ばれる竹鶴正隆氏が創業したメーカーです。日本人の味覚に合わせてノンピートで作られているため、癖が少ない味わいです。逆に本格ウイスキーを飲み慣れている方からすると、物足りなさを感じる商品かもしれません。ロックやストレートで飲むよりは、炭酸などで割って気軽に飲みたいです。もし皆さんのおすすめのウイスキーあれば、ぜひ教えてください。それではお肉食べてみましょう。そういえば今日、俺の塩島田の辛いバージョンの試作品が手元にあったので、試しに食べ比べてみます。左からピリ辛、辛め、ブラックペッパー強め、激辛です。まずは何もしていないお肉からいただきます。肉肉しいです。ザ・ステーキといった感じの豪快な一枚です。次はごま油熟成肉です。ごま油の香ばしさを感じます。肉自体は引き締まった感じではなく、フレッシュさが保たれている感じがあります。ごま油だけだと味が物足りないですが、塩気とかあれば味が締まりそうです。中国とかで油に豚肉を漬け込んでおく調理方法もあるので、あながち間違いじゃないのかもしれませんね。それではスパイスをそれぞれ食べてみます。ピリ辛は俺の塩に唐辛子のアクセントがプラスされていて、普段使いもしやすそうです。辛めは唐辛子の辛さが際立っているので、辛いもの好きにはいいですね。ブラックペッパー強めはかなり尖っています。
もう少しブラックペッパーを抑えても良かったかもしれません。激辛はハバネロを使用していて、ピリ辛とか辛めとは辛さが違います。でも肉に合わせて食べると意外と平気ですね。粉だけで舐めたら辛すぎな印象でした。もう少し改良してみましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ごま油熟成いかがでしたか？世界にはいろいろな油があって、油って面白いですよね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。